はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、今名前がね、私、マヨネーズになってると思うんですが、なんと名前をマヨネーズ、そしてケチャップの名前にすると、とある、隠し報酬が入手できるとのことなので、今回やってみたいと思います。いやー、ちょっとね、この、今、びっくりした。びっくりした。今、ヒカキンさんの工事かと思った、本気で今。いや、やってる可能性大ですもんね、ヒカキンさん。まあ今、時間が実はまあ夜中というか夜の22時半なので、まあヒカキンさんお忙しいと思いますので、結構この時間帯にやってる可能性全然ありますからね。いや、ねえ、さすがに今回は動画にされるんじゃないのかなと思ってるんですけど。で、まあ、ベッドで寝てる！ちょっと待って、ベッドで寝てましたが、あ、このステージも懐かしい。いや、もうね、ま、皆さん、ま、もうプレイされてると思うんですが、もしプレイされてない方もね、ぜひ、前からやってたっていうか、もういた！わ、いいなぁ。あ、懐かしい！あ、てか、やばい、マヨネーズ負けてる。なんだろう、このルールを知らない方はぜひちょっと、前回の動画を見ていた、昨日投稿したね、動画を見ていただきたいんですが、OK、旗一本。いや、旧ステージが戻ってきましたよ。これもう、一番の正直、まあ、このね、旗もいいと思うんですけど、僕的には一番の神アップデートの内容なんじゃないのかなと思ってます。この旧ステージ復活っていうの。もうぜひね、今後、これはもうね、なんかもう、新しいのももちろんすごい良かったですよ。すごい好きでしたけど、やっぱりね、旧ステージ、ずっと、あってほしいなっていうのが、正直な感想かな。うん。おっと、旗がなかなか見つからんでござる。どうしたでござる。始まった時はすごい旗出たんですけど、なんかね、結構青鬼オンラインさんあるんですよ。まあ、でもわかんない。修正されてないと思うんですけど、OK。まあ、クリスマス用宝箱は結構確定かな。で、始まった時はなんか結構来るんだけど、赤には取らせません！ごめんね。あなたには絶対取らせません。ケチャラーには絶対譲らんよ。おっと、まずいぞ、これ。最終地点2階だな。早めに気づいてよかった。よかったよかった。これだったら多分間に合う。さすがに。目の前に青鬼がいない限りな。よし。さあ、そして結局、レア鬼の加速はなくなったんですね。結局って、おっと、これは何かな？何かな？ローラースケート！さて、宝箱ガチでね、ケチャップ二人許さんぞ。ケチャップには譲らん。絶対宝箱など取らせるわけがなかろうもん。絶対取らせんぞ。おっと、ローラースケート。さて、とりあえず、あ、オッケー。いいよ。青のケチャップ。青組の人が取ってるんだったら私は取りに行きません。しかし、赤組の子が取ってるなら私は奪いに行きます。そう。いや、でも思ったら結構マヨネーズ多いようで、なんか意外とケチャラ多い気がするんですよね。ケチャラって言っていいよね。別に悪口ではないですよね、ケチャラ自体はね。僕はマヨラーなので、ちょっとマヨネーズを援護をひいきしてしまい、まずい。これは狭い。いや、大丈夫。この広さだったらなんとか、一体だったら逃げ切れる。しかもあれですよ。汚なケチャラ！取らせはせんぞ！なあ！取らせはせん。さあ、ケチャラ、この中入りな。逃げ、いやー！あぶねー！今危なかったねー！ケチャラが二人いなくなった。よし、危なかった、今。お、残り3個、これで僕が5個取れば。あ、1本か。残り2本。頑張って、なんとか。いや、マヨラーでも多いぞ。これは多分マヨラーが多い。ので、待てよ、なんとか、なんとかケチャ、あ、オッケー。あれ取る、オッケー。頼む、あれお願いします。僕こっち取ります。よし。これで、よっしゃ逆転あれ逆転してない？多分これ反映される。大丈夫。これちょっと反映が遅いんですよね。大丈夫。これで逆転したはず。ケチャラを。最後どうしよう、これ。これ、取り、お、勇気あるマヨラーが！残り、え、でもなんか、反映されてないぞ。これ。待って、あれ取りに行く？いや、でも取りに行った。やられたら、元も子もないでござる！わしは絶対やられません！やられませんぞ！やられません！やられません！やられたー！どうだ？これは。あ、ごめんなさい。白米にもマヨ。それはない。こちら、隠し、報酬ですね。
がございますので。順位ボーナス1本なんだね。いやー、残り1だったんだけどなー。悔しいな、負けた。1本差。よし、次はこちら、ケチャップ。こちらでやっていきたいと思います。なんかチャレンジとか追加されてたりするのかな？されてないですね。とりあえずフィッシャーさんと、まあ、多分真ん中、これ降臨ダンジョンが来るんじゃないのかなと思ってます。だから、降臨が、いつ、意外と、この降臨もさ、この、残り、なんか3日後、要は、あ、まあ、冬休みが始まるのが24とかなんかな？その、トライアングル。あ、ありがとうございます。はい、今だとね、ワード手に入りますので、はい。で、その、なんだろう。24日から多分冬休みが多いと思うんですよ。多分ね。だからその時に降臨を出すかもしれないですね。降臨はなんか結構、なんだろう。その、シーズンの切り替わりとかじゃなくて、いきなりポッて出たりするんでね。多分そこら辺で降臨が来ると思います。ということでじゃあ行きましょう。まあ僕の予想だと、リヴァイアさん。フィッシャーズさんとか、結構海系が多いから。あー、このステージもね、その一緒だけどね。さっきと、おー10本これで私は先般からお別れだ。よし、さあ、宝箱がいっぱいあるところに行こうじゃないか。ここがいっぱい宝箱なんだ。いっぱいいっぱい宝箱。ああ、ちょっと待って、一気に追いつかれてる。頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ、マヨラ。私は絶対取らせません。そう、取らせません。取らせませんぞ。誰の宝箱も取らせません。そう、特にケチャラの宝箱は取らせは、お、いいですよ、マヨラーさん。マヨラーさんの宝箱は絶対、あ、絶対かわかんないけど。ちょっと待って、ケチャラーさん、3はつけようか、さすがにね。ケチャラーってね、呼び捨てはダメだからね。やばいな、ケチャラーさんに負けてるな。とりあえず今、ケチャラーさんが38-20。おーほほー、すごいです。2連続、旗が10個でーす。ありがとうございます。1個、まあまあまあいいでしょ。あ、取れた。くそ。いやー、まずいな。こんだけ取っても、まだ10個差か。まあ、結構人数の差もあったりするからね。取らせません。あ、でもニケちゃんさんがあれか。マヨラーだったか。どうしようかな、これ。まあ、でももちろんね、その、旗に勝つ、旗の回数で勝つっていうのは当たり前ですけど、まずいな。この、いや、取りに行けるか。これはまだガスマスクとかではない。まずは旗だ。そう、旗だ。10本ほとんど私が取ってる気がするんですけど、気のせいでしょうかね。最高な気分です。はい。あれはちょっと無理か？いけるか？いけなくはないな。行きましょうか。4、3。もういける。よし。これで、多分間に合うよね、さすがに。これはさすがに間に合います。1本か。まあ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 、でもないよりマシでござる。とりあえず、ここで取りに行きましょう。ここも取って、で、最終地点が一番多分下かな。ツインメットのところだと思います。私は誰、ケチャラ！取らせません！ケチャラさん！すいません！取らせていただき、来たぞ。これさ、ケチャラの方だったら、旗ってさ、青旗は青旗なのかな？どうなんだろう。さあ、宝箱は、こうか。よし。で、ここで、あ、でも青、そっか。マヨラーの人もいるから、じゃあここはあまり行かない方がいいか。マヨラーの人が陣取ってくれてるんだったら、他のケチャラーさんの方がいるところを取られるな。今のは無理だな。とりあえずケチャラーさんがいるところに私は行った方がいいね。うん。ここか。いや、ケチャラーさんが取りに行こうとしてるね。でもマヨラーの人もいるな。これ多分来るな。どうする？ここで、行けるか？ん？行けるね。それで私はいただくと。ローラースケートか。あ、でも逆転してる！よし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 、いいぞ。マヨラーの人が多分結構取ってくれてる。いいぞ、マヨラーがいっぱい残ってる！来た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 、これは勝ちへのレクイエムといったところか。さあ。私、よし！オッケーオッケーオッケー、どんどん取っていこう。確かにね、個人的な勝利っていうかね、青逃げしたら結構15本ぐらい、旗もらえるんで、個人的なこと考えると、もちろん、その青逃げ狙った方がいいんですけど、やっぱりチームが勝つってことをね、考えるとね、やっぱり、ね、ガスマスク消費してても、にーんそうなっちゃうんだよなー。はい、そして3色ケチャップ。あー、でも3色ケチャップはいいかな？ありかな？うん。こういう感じで一気に40本、50本も獲得してる。やったぜ。よし、じゃあ普通に、ガチャ引きましょうか。今これ何本あるんだろう。今が115本ですね。実は、多分ね、今、お昼の12時とかに投稿してるのかなと思うんですけど、夕方頃にね、青旗、実はこれ1000本ぐらい集めて、
100連ガチャやろうと思っているので、間に合えばね、もし、よかったらそちらの動画もぜひ見ていただけたら嬉しいです。ということで、ガチャ、普通に行きましょうか。もうね、ガチャはあまりもう、とりあえずまったり引く感じになるかなと思います。まあもちろん狙いはペンギンと、雪だるまかな。はい。その子たちが出れば、特にペンギンサンタは、絶対人気出るからね、今後。あれはね、その、まあペンギン自体、かなり人気なスキンなんですよ。まあ、結構皆さんご存知の方が多いと思うんですけど。だからまあ個人的にこのペンギンさんをゲットすれば、ドヤーができるんでね。はい。目の敵にされて狙われそうな気がするけどね。あのペンギンは絶対みんな欲しいって言ってる。うん、間違いなく。ツイッターでめっちゃ見るもん。ということでもう一回引きます。最後。10連行きましょう。ということで、まあ引きながら、お別れの挨拶をさせていただきますが、まあよければね、先ほど言った通り、夕方に、1000本まで集めて、頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと、朝にね、マリオメーカー、最近マリオメーカーと、ニャンコ大戦争もやっておりますので、もしね、興味ある方、ちょっと見てみたいなっていう方は、ぜひ、見ていただけたら、すごい幸いでございますで、早漏。はい。ということで、じゃあ、お疲れ様でございましーた。おーっと、まだあった。ペンギン、オン・イトメ君、さよならさん。